ピオさんってどっかいたって言ったっけ。カフェテリアの机拭いてました。タスクね、あるからね、そういうタスクが。黒紫お早くね早いて早いっすよ。O2 のところで下位置は確認できなかったんですけど、多分ナイトメアさんがやられてて、でドゾルさんが右に行くのを右に行ってましたね。なんかとりあえず外堀読めますか。スナパイさんとクローカー、クローマーあのリアクターにいます今。はい、それは大丈夫。メットベイいます。先端がメットベイ入ってくの見たのと、夏目がメットベイに入ろうとしていた。初手エレクトリカル一点読みでエレクトリカル走ってました。一点読みって、あの電気切るの一点読みしてました僕。てか今回の殺害に関してはもうオラフさんかドズルさんしか、そうですね、僕オーツーさんそれ言ってないんで。はい、あオーツー言ってないですか。言ってないです。はい、言ってないって言うんだったらよかったじゃないですか。そしたらオラフさん的なドズルさん確定だから。あ、そっかそっか、うん、ロラで確かにロラで一番、はい、ロラてかまあほぼほぼ。武雄さんってどっかいたって言ったっけ。カフェテリアの机拭いてました。タスクねあるからね、そういうタスクが。松目先生が最後に左に行くのを見ましたけど、うん、自分は黄昏てた。確かに夏目さんずっとカフェテリアの机のところで動かねえなこの人って思いながら、僕はエレクトリカルに向かってました。あ、じゃあ合ってる。で高田さんはどこから見てたんですか。夏目さん、俺はメッドベイの T 字路、 T 字路の通路に立ってた俺は。竹雄さんはお互い見てない。高田さん、竹雄さんは、あ、俺はもう本当にカフェは抜けてメッドベイに入るところの通路、先端に先入ったから俺はもうメッドベイに出てくるまでは。先端さんに、あ、ごめんなさい、高田さん。先端さんに聞きたいんですけど、うん、今その情報を洗う必要性ってなくないですか。なんで確定だから、その、一応、竹雄さんの可能性も否定したいからね。待って、ドズルさんって結局どこにいたんですか。僕今、ナビゲーションのとこに行ってました。あ、O2 には行ってないっていう話ですよね。O2 行ってないです。そんなに入るんですかね。はい、いや、でもこれはローラー感覚だと思うな。僕はいらないと思うけどね。一応先言っていい？はい。一応あの竹雄さんの行動自体は多分他視点からも一応怪しい行動ではあるから、お互い一証明ができてるんだったらもう確定で情報だからってことね。竹雄さん実際マジで何した？今日机拭いてます。本当にぐるぐるしてただけです。あの竹雄さんって今あの相方を疑われても良くないからちゃんと言った方がいいよ。本当にぐるぐるしてただけです。カフェティリアの机。なるほどね。夏目先生が動くのを待って。いいんじゃないですか、それが事実で。そう、それがね見えてたら。ああ、じゃあ夏目先生は見えてたかどうか。あ、見えてたんだ。か、いや、そこが聞きたい。自分がでしょ。ごめん、そうそう、本当にマジで黄昏れてたんで見えてないし、見る気がなかったかも。なるほどね。マジで空は何だよ。黄昏れてるやつが僕に言う気にあんのかよ。そんな一生懸命白を確定させようとしてんのに。じゃあリア卿2人とオラフドズルで、オラフドズルで1枚追ってるということで。そうそうそう。え、待って、でもオラフさんレポートするのってもうめちゃくちゃきつくない？え、超白いと思うよ。俺も白い。僕はいいと思う。それがあって止める？いいのか本当にそれで。だってさ、だってあのキレするメリットはあるけど、レポートするメリットは薄いから、この初動の最速だったでしょ、だって。はい、でもそれがメリットなんじゃないのか。いや、
人狼勢だね。僕は、僕は拾うよ、感情。全然白だと思ってる。僕はもう。もう白だね。じゃあ白でおこう、もう。じゃあ僕は、でもさ、ブランド見られました。でもローラー大好き。入れちゃった。俺も投票しよう。ねえ、なんで夏目に1票入ってんの。絶対白じゃない。僕入れてないからね。自投票でしょ。俺入れてないと。絶対にセンター。いや、僕マジで入れてない。俺が入れます。やっぱ。なんで。遅刻から逆転したらか。何やそこな。やりますね。めっちゃ近寄ってくるんだけど。今やってレポートでもよかったかな。やろうか。ドア閉めせずにやってみるか。プテハスさんだったらやってもいいかもな。ロア。いや、いいね。ケオさん。いや、これ無理だな。どうしよう。いいねー。やりて。届かないか。あ、届かないか。いやー、カメラ見られてる。はい。今ね、アドミン見てて、カフェ1だったんで、見に行って探してました。だったら、右上で死んでましたね。オラスさんが。カフェテリアが？うん、カフェテリア。ああ、そうなんですね。僕、左上にいましたよ。カフェテリアの？うん。え？じゃあ、いつ起きた死体かわかんないから、最終。ついさっきです。オラフさんが、ナビゲーションのコの字の通路上に抜けていくのを監視カメラで見てます。それが、つい3秒前ぐらい。え、じゃあめっちゃ白を取れるじゃない？エレクトリカルにいた。なるほどね。うん。みんな白じゃん。自分とスナパイさんと高田さんと黒川クロム全員白。自分、スナパイ、高田、黒川クロム？夏目、はい、スナパイ、高田、黒川クロム？うん、はい。で、竹尾さんがカメラ見てた？カメラ見てたの知ってる。で、プテハシ。あ、本当に？あ、じゃあ先端だろ。左上。僕は、何だっけな。カフェセリア左上のタスクして、で、アドミンの方のやつ行ったかな確かね。で、先端が右上で見つけたって言ってるんだったら、先端セルフなのかな。でも僕、先端ね、僕のこと殺すタイミング、えげつないほどあったからな。うん、いや、もうこれは言葉なんていらない。もう一郎、ほぼ落ちてるって計算だから、もう先端。じゃあちょっと先端と僕ペアでもいいから、ちょっと。いやいや、違くて、今、一郎が確定してて、で、犯人候補のもう一郎もそこ二人のどっちかで確定してるんですけど。今一郎って何ですか？ドズルオラフで落ちてるからもう白エルプリカルに行った人間が竹、うん、まあ、うん、まあ、確実にお互い白ですか？高田さん、タククロムさん、お互い白だと思うよ。直線で死んでるんだったら、まあ、もうエレクトリカルいた人間は絶対できないから。可能で右なんですよ、死体が。じゃあ先端か。竹尾さんのカメラも本当だろうからね。高田さんどっち入れたんですか？俺先端側から入れたけど、別にどっちもいいよ。じゃあまあ、正直、ローラーでしょ？合わせて。竹尾さんが、ナビゲーションのこの字で見てないことを願ったんですけどね。どうしてたかな。バイバーイ。先端さん、ごめんなさい。大変だな、今日も。メリークリスマス。
なぜセンターさんがインポスター引くと相方は初手速攻起動したいや、わかるわ。いや、初手ね。初手、まあ、なんか、トリデン起こしちゃったからな。なんか、殺したくなっちゃうんだろう、多分。いや、切っても、逃げたれ、つって。いや、申し訳ない。普通に、ヤクターとかの方がいいかもな。まあ、なんか、タスクがね、やっぱりみんな早く終わっちゃうっていう、なんか頭があると、そうなんですね。ゲームを早めに取りたくなるよね。いやー、通ればね、めちゃくちゃ、派遣されなかったら、もう、ね、いつ死んだかわからないみたいな状態だったから。そうそう。